いつもおかげさまでお楽しみ様です。本日はですね、結構、ポンド円ですね、あっさりと損切りかかってしまって残念でしたが、結構下側に、落ちました。で、株式市場ですね、27日に臨んだ、初めてのですね、FRB 新議長パウエルさんのですね、議会証言で、早速ですね、利上げ加速の可能性をにじませています。で、それに伴ってですね、一気に株式市場が冷え込みました。前日比380ドル安とですね、大幅続落と。で、2月としては月間でですね、2017年3月以来、11ヶ月ぶりのですね、下落となっています。で、FRB 議長がですね、議会証言で金融引き締めをですね、示す高波的なですね、姿勢を示していてですね、今、株式市場では投資家の警戒ムードというのは続いています。しかしながらですね、非常に今ドルが底堅いというふうに今感じています。で、実際ですね、チャートの方を見てみますと、すごく気になるのが、ユーロドルですね、非常に重要なポイントだったダブルトップのですね、週足の谷の部分を割り込んできていますので、今週ですね、上がってきたところは正直売りたいと思っています。で、月足の方もですね、今、ストキャスがダイバージェンスになっていますので、これも長期の下落を示しています。で、ドルの方はですね、逆に月足のマイナス1シグマで下髭つけて陽線転換してきていることと、日足もですね、これはちょっと若干脆弱ですが、日足の方は、マイナス1シグマ10円目で下髭つけて上がってきているような状況です。で、週足見てもですね、下髭が、ちょうどですね、マイナス2シグマで切り返してきていますので、ドルは、上がってもおかしくない、そういった形をしています。ですので、ちょっとですね、勢いとしてはドルが買われるような動きというのがですね、今後加速する可能性があるんではないかというところでですね、ユーロドルの長期的な売り、そういったこともですね、視野に入れながら見ていきたいというふうに思います。アメリカの金利が上がればですね、ドルが買われるのは当然の話ですから、そのですね、通常の動きに戻るかどうかしっかりとチェックしていきたいというふうに思います。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想要望をですね、コメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね、3つぜひお願いいたします。それではこれからですね、どんどん面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。